三重ホンダヒート対コベルコ神戸スティーラーズの一戦をこれからお伝えいたします。ラウマペが今入ってますね、ラインアウトで後ろで取ってモール、ボールが松岡の元に渡りました。ただヒートもドライブはさせないディフェンスです。日和さん、ラファエルから裏、そして飛ばした松永寛太、前が空いています。先制トライはコベルコ神戸スティーラーズ、前半2分を回ったところです。得点ランキングトップ209得点は2位に40点差ですので、もうほぼ確実とも言われています。この難しい角度を決めてきました。ミッチェルハントからここもクラッシュです。ブレイザークは継続、裏のキック転がしたマテーラ、ここでタッチです。いいキックでしたね。順目順目に北条がさばきます、リスンヒョ近場、もう一つ走り込んでじわじわとフォワードで前に出ています。どこでバックスに放すか、手前側にミッチェルハントも呼んでいますが、サイドついた北条、すぐに取り返しました三重ホンダヒート。レタリック右に振って接近して離す、フジモン、うわー古田持ち出してから日和さ、ここもナイス松岡、リスンシン、そしてラファエレ外側2枚、ラウマペインゴールまで持っていきました。秋山、北条は少し持ってから離しました。うわあ、上から来たか、日和さん、そしてマテーラ、2人で行きます。神戸のディフェンス、フラットに走り込んできた、シリーズフルス相手にトライを奪いました。スクラムは出してくる、右サイド選択、いやここハントだ、ただリスンシンが上から行きますがボール出てきた。マテーラ、北条がさばきます。バンクス、アドバンテージ出ています。長い笛、ここはしっかり通してきました。今日初めて三重ホンダヒートがリードを奪います。17対14、ミッチハントのペナルティーゴールです。そして古田から、あ、狙っていたガットランド、さあ神戸としてはターンオーバー狙いたいところですが奪いました。日和さんはまた狙いますか、あ、行きます。外側小滝から後ろから1枚ぐーっと上がってきた、そこに入る浜野、うちに日和さんも待っていますが、今度はヒートがターンオーバー狙いたいところですが、ピックしたのはレタリック、そして前にまっすぐ突っ込んでいきました。マテーラ、これはどうか、 OK か、どうか、自立ができていなかったというか、そうですね、はい、一回地面に手をついている。そして神戸はここはタップでいきそう、松岡はまっすぐ、そしてラファエレからここサインプレーを使ってきたララトゥブア、前半終了残り5分というところで神戸がまたリードを奪い返しました。前で合わせる、さあそしてモールドライブが始まった、前が崩れましたがどうですか、あー落とした、プレーはあの子でした。最後古田キャプテンは相手の反則アピールはしていますが、ここで前半終了のホイッスルです。12節から5試合連続の出場です。もう一度モールを組んだ、松岡健太、そのままドライブインゴールが迫る、ここでグラウンディングです。
後半最初に取ってきたのはコベルコ神戸スティーラーズ。剥がしたビホンギから半島、ここが空いた、外側来た、本村。三重ホンダヒートも後半取ってきました。お、山下来ましたね。これがトップリーグ、リーグワン通じて178試合目、単独最多になりますね。はい、すごい展開になってきます。今日のゲームは、うわ、前が空いた、押し込んできますヒートのアタック。ショートサイド、ハントから一つつないだバッソン、うわ、当たってから前へ、服部が待っています。ウィホンギー、アングルをつけてきたが、レタリックどうか、来たか、プロディレタリックが来た。レタリック2メーター4センチのジャッカルです。ここは前はスペースがあります。そうですね、ちょっと中途半端に引っ込めちゃいましたね。切り返した伊藤大輔のタックルを一つ外します。バイ、そしてハイタックルがありました。藤井拓海、パスダミーで前へ押し出します。長いパス、深いところで待っていました本村、転がした、面白い、失礼、ここに追っていくのが本村。ガットランド、いいキックですね。まあ、竹中のキックでしたね。関西大学すぐに出してくる、シゲが来た、さあ取り切れるか、小林亮太、おー、来た、逆転ヒート、北条今日2つ目のトライ。仕掛けるか、ここから見せるか、伊藤、おー、フロードつないだ、李承信、ここもまだつながりますが、ボールがこぼれた。ただスティーラーズまだボールキープです。外側、大外、コストリー、今ノーファルの状態か、スローになりました。そして乗り越えた、ボールを取りましたがヒート、これは OK でした。服部康介です。バンクスも距離のあるキックです。そうですね、レアキャッチ、そしてすぐに始めます。短いキック、ここスペースに落として再獲得はなりました、見事。そしてサポート、もう一枚いる小畑、後ろから戻ってきた本村、そしてサポート、あー、なんとかボール出しました、伊藤大輔、ボールを置いた。小畑はショートサイド、そして松永カンタが切り上げたのがトム・バンクサー、止めましたね、今すごい反応できないかと思ったけども、レタリックに合わせて、さあどうだ、ここから動き出すか、このモール、うまく回ってきた、右に回り込みながら、北出拓也が押し込んでグラウンディングのようなトライだ。再逆転神戸スティーラーズ。ただスティーラーズとしてはもうボールをキープするだけという状況です。そうですね、もうちょっとキープできれば。ここで80分のホーム、下げて蹴り出しました、ブリンガットランド。最後は2点差での決着、33対31、コベルコ神戸スティーラーズが三重ホンダヒートを下しました。同じスクラムハーフの盟友たちが引退を決めたというシーズンにはなりましたけれども、はい、もうなんかプレーは若々しいですもんね。そうですね、ベテランのなんかこう経験豊富なベテランという感じしないですよね。はい、